結構は終わりだ、エイデン。サレ、お前を殺したくない。あれはミアか、お前がここに。そうだ、さあ逃げられるうちに逃げろ。最後の警告だ。何なんだよ、ミアをどうする気だ。ミアは生きてるのか。ある意味ではな。だがなぜだ、なぜこんな風にミアを苦しめるんだ。本当に何も覚えていないのだな。キーをよこせ、ミサイルを止める。もう遅すぎる。遅すぎる。シティには希望があった。数年前に私の研究が潰されるまでは多くの命を救えるはずだった。何？何を言ってるんだ。エイデン、なぜ私を追う。何のために。ミアと約束した。何をだ。なぜ真実を知らないふりを続ける。よく考えろ、思い出せ。エイデン、エイデン、こっちよ。なぜるの。最善を尽くすが、他の子供と比べてこの子はひ弱だ。だから感染してしまった。だがエイデン、お前なら助けられる。それなのに私の研究を阻止しようとする奴がいるんだ。もう少しで治療法が見つかるというのに。何があっても私たちは、何があっても私たちは共に戦うんだ。いや、約束したのはミアではなく私だ。違う、嘘だ、違う。そんな、お前は俺を拷問したんだ、ミアの子供。それは違う。我が子を傷つけたりなどしない。ミアは私の娘だ、分かっているだろう。見つけた。逃がさないぞ。治療法を探していた。ミエのため、人々のため、お前と共に見つけ出す。どんなことがあっても。だからこのキーがいるのだ。ワルツ、ワルツよせ。まもなくミサイルが発射されます。シェルターに避難してください。ワルツ、ミサイルを止めろ。それ以上近づいたら殺す。キーをよこせ。ダメだ、ミアを生かすために必要なんだ。ミサイルでシティが破壊される。他に手はない。この計画は最後までやり遂げる。そうはさせない。ならば死ね。ミアと引き換えに呪われた町を手にするのか。アルフを殺させはしない。
おい、わかるだろ、時間はもうないぞ。ワルツ、これが最後のチャンスだ。本当にお前らしいよ、エイデン。正直で気高くてミアが慕ったわけだ。まもなくミサイルが発射されます。シェルターに避難してください。 X-13 が最終手段だ。自分を救うためにみんなが死んだと分かったらミアはなんて言う？そうだな、ミアは悲しむだろう。まもなくミサイルが発射されます。シェルターに避難してください。だからミアに知られてはならない。ワルツ、絶対に。
ワルツ、キーはどこだ？お前はいつも特別だった。誰より強かった。だが逃げ出した。ワルツ、キーだ。お前を殺したくない。お前らは感染者を化け物のように見る。そして最後の光が耐え果てるまで痛めつける。しかしお前らと彼らはたった数分間の闇に隔てられているに過ぎないのだぞ。キーはミアのそばだ。彼女を治療できる機械の中。しかし行かせるものか。やめるんだワルツ、よせ。渡さないとみんな死ぬことになるんだぞ。やめて、エイデン、ダメ。ミア、早く戻りなさい。ミア、ミアか。エイデン、何があったの。ミア、キーだ。それがないと街が破壊される。ミア、呼吸器をつけなさい。お願いだ。こんなのひどすぎる。ミア、急げ。酸素が必要なんだ、わかるだろう。お前を助けられなくなる。何年もかけて私を治そうとしてたけど、もういい。エイデン、みんなを救って。そんな、おい、嘘だ。そんなダメだ。嘘だろ。そんな、いや、頼む、息をしてくれ。なあ、息をするんだ。助けてくれ。言ったはずだぞ。人の心配なんかしてる場合じゃない。ワルツは
あ、ラワール、ミアがいた。キーは？消えた。は？破壊されちまったんだ、ラワール。なあ、直して。クソ、ミサイルでシティが全滅するわよ。ラワール、止められない。なら電源は？またシティを停電させる。発電所まで行かないとは、遠すぎる。エイデン、よせ。ああ、ダメダメダメ。できることがあるはず。発射までのカウントダウン開始。ミサイルを発射前に爆発させるんだ。あの貯蔵庫の爆薬で。よせ。わかった。わかった。それならいけるかも。待て、ラワン。俺やめさせろ、エイデン。全てが終わるぞ。発射までのカウントダウン。エイデン、爆薬は手に入れた。爆発は手動になる。私がやる。あんたはこっから脱出して。 X-13 を破壊したら全員が死ぬ。大切な人も。爆発の準備はできた。逃げて。この街に本当にそんな価値があるのか。ラワン、フランクに君を守ると約束して。フランクは私がシティの救世主になるって言ってた。私の使命よ。インヒビターを持っていけ。いいで、まだ間に合う。研究所をミアを救うんだ。まだ人間のうちに。もうミアにはお前しかいない。エイデン、お願い、行って。シティを救う方法はこれしか。こんなことで君を死なせない。たとえシティを犠牲にしても。でも他に道はない。わからない。二人とも死ぬわけにはいかない。逃げて。無理だ。すまない、助けられなかった。すまない、本当にすまない。エイデン、やったな。急げ、エイデン。時間がない。ラワンの元へ。ホーコン。俺はお前の妹を助ける。さっさと行くんだ。ラワン、今行くぞ。やめて、エイデン。警告したでしょ。さっさと逃げて、バカ。あんたも吹っ飛びたいの？エイデン、お願い。ふざけないで。二人とも死ぬことない。シティを救いたい。救わなきゃいけないの。エイデン、お願いだから逃げてって言ってんのよ。俺は君を助ける。君を逃がし、ミサイルを始末する。時間がないの。聞こえてる。やめて。ラワン、あと少しだ。エイデン、なんで言うこと聞かないのよ。私たちの仲がどうであろうと、そんなのダメ。それ以上近づいたら、ここを派手にぶっ壊すよ。分かった。逃げられなくなるよ。知らないからね。エイデン、妹は無事だぞ。ラワンを助けろ。チェン。これを起爆させる。ラワン、逃げろ。俺がやる。最後の忠告よ、エイデン。逃げて。君を死なせない。
市民へ、生存者はフィッシュアイ食堂に向かって移動せよ。怪我の手当てと食料の配給が受けられる。繰り返す、生存者はフィッシュアイ食堂に。この食堂があの惨事を生き延びたなんて奇跡だ。奇跡か、その通りだな。瓶すら割れてなかったんだぞ。だが飲む奴がいねえ。町の人口の半分は瓦礫の下だ。何にする？ビール、気が抜けてないやつ。行ける。ベインズからだ、フラッフィー。やれやれ、11年間鼻つまみ者だったってのに、今やリーダー様だ。ナイトランナーへ捧げるならラワンに渡しておくぞ。リーダーだからな。最近俺の仲間がここを通ったか？流浪人のことが。なんでだ？友達を探してる。ここに来てるかと。一人いたが行っちまったよ。どこに行った？さすらってんだろ、流浪人らしくな。探し物は見つかったのかな？かもな。妹を探してたらしいが、奴はもっと大切な人を見つけた。そして絶対にその人を守ると決めたのさ。なぜとどまらなかった？あいつは変わっちまったみたいだ。自分を破壊する薬を売ったせいでな。だから去った、流浪人らしくな。おい、ずるいぞ。取引したろ。逃げるつもりか？俺といると危険だぞ。お前といない方が危険だよ。さあ行こうぜ。海の方へな。
招待されないなんて。くっそ、何度負ければ気が済む。俺が勝つまでだ。借金が払いきれない額になるぞ。